楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜があれば音楽を奏でられるのですよ。ただ残念ですが、譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃ正しく曲を演奏できないってこと？そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探してみる？そうね、急いでメモリアに向かいましょう。よし！みんな、保管庫はこの先よ。この本ね。でも楽譜の情報、何が書かれて、古の儀式について。あの天行の塔は神の息吹の祭壇。古代の空島の人々はそこで神の息吹を称える旋律を奏でた。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えた。え、神の息吹を称える歌？ええ、救いの日差しという曲。私
その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これであの部屋の謎が解けるわ。どうすだ、リム。黙って聞いて。これが救いの兆しよ。なんだ？変わった歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブレック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブレック。よほほほほほ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。